1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4。それではまず椅子の前に立っていただきまして、肩幅ぐらいに足を開いていただくといいと思います。ちょうど椅子の前足の部分にかかとが来るような感じですね。で、膝少しそうしますと外へ向いてますので、それと同じ方向につま先を向けてください。この姿勢が一番膝や、あるいは股関節に負担かからないと思います。で、この姿勢からゆっくり膝を曲げて、椅子にお尻がつくかつかないかぐらいで上げて、でまた戻してきます。その状態から今度はかかとをぐーっと持ち上げて、まあ下ろすと。では開始してよろしいでしょうかね。始めます。1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。これ8回を目安に、まあ、大体1日1回から始めていただいて、朝晩2回までやっていただいても構わないと思いますね。で、筋肉にそんな疲労たまる運動ではないので、毎日やっていただいても構わないと思います。はい、それでは、ももの付け根、お尻、それからももの後ろ側の、筋力トレーニング、一連の動作で行っていきたいと思います。今私の、右側に椅子がありまして、ここで手を添えてるんですが、実際はこれ腰の高さぐらいあるものを使っていただくと皆さんは安定すると思いますので、もう少し高い腰の高さぐらいの高さのものが本当はいいかもしれないですね。で、一連の動作といたしまして、まずこの姿勢から後ろにかかとをお尻に引きつけます。その次にぐーっとかかとを伸ばして、お尻の筋肉をしっかり力を入れますね。そのまま前に引きつけます。これはももの付け根のトレーニングで下ろします。この一連の動作、カウントをつけて行いたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。8回を目安に左右行っていただければいいと思います。最初にまずゆっくりこう動かしていただいて、どこかで痛みや違和感がないかということをご確認の上で始めていただければいいと思います。これもですね、先ほどのトレーニングと同じように、だいたい1日に1回から2回から始めていただいていいと思いますね。以上です。